コミュニティバス帰宅、コミュニティバスは、東京都帰宅が運行する運行する、コミュニティバスである。運行開始時より、日立自動車交通に運行委託している。2008年4月27日から、試験運行を開始し、2010年4月1日からは、愛称を、軽バスとして、本格運行を開始した。東京都帰宅内は、京浜東北線、埼京線をはじめとした。 鉄道路線や都営バス、国際工業バスなどの一般路線バスなどが走り、公共交通機関は比較的充実していた。しかし地形的に南北間で高低差があることや、路線バスが一部路線で廃止され、一部地域の公共交通の不便さが目立つようになってきた。こうした状況を踏まえ、帰宅によってコミュニティバスの導入調査が行われた。同時に、 コミュニティバス導入の必要性と可能性について検討するため、コミュニティバス導入検討委員会が設置された。その中で、西ケ原と、田畑滝野川西、豊島、赤羽西、浮間の5路線について検討を行い、再三性の面などを踏まえた上で、西ヶ原東、田畑路線について試験運行を開始することとなった。 二年間にわたり試験運行を行った結果、本格運行への移行が決定。公募により、愛称が、軽バスに決定され、2010年度からは、本格運行を開始した。王子駅と、駒込駅を結ぶ、王子、駒込ルート、駒込駅を奇襲点として、田畑駅を経由する、田畑循環ルートの二ルートが運行されている。2008年6月現在、 運賃は大人、小人とも100円。回数券が11枚綴りで1000円。1日、乗車券は300円となっている。パスも安いかなど交通系、IC カードも利用できる。2路線にまたがって乗車する際は、2路線同士で100円で、ある。2008年9月1日より、隣接する文京区のコミュニティバス、B イーグルと回数券が共通化され、 双方の回数券で乗車することが可能となった。ビーグルも同じ日立自動車交通が運行受託しているからできたことではあるが、複数の自治体のコミュニティバスで共通回数券が利用できるのは特筆すべき試みである。2路線あり、おおむね7時より20時までの間20分間隔で運行される。運行ダイヤは平日と土、休日で同一である。 専用車両は小型ノンステップバスの日のポンチョが使用される。車体デザインは白をベースに、帰宅の花である桜の花びらを組み合わせた、K マークをアクセントとしている。車両は、日立自動車交通が所有する。このほか、日立自動車交通カラーの三菱不装、エアロミディ ME が代走することもある。ありがとうございます。